で MBTI への招待というのをちょうどまだ途中だったので、はい、まあ、読み始めて、うんうん、心のバランスっていうところを読んでたんですね、うんうん、まあ、心理学的タイプ論は、うん、バランスを取ろうとする、まあ、肯定も否定もそうですね、うんうん、多分バランスを取ろうとする心の過程とも言えますと、うん、これはメンタルヘルスの観点から言えば、うん、バランスを取ろうとしているのは過程であり、うん、心の状態そのものを示すのではないと、うんうん、あ、なんで肯定してる時も、うん、否定してる時も、うんうん、過程、はい、途中、うんうんうん、なんでその途中なので、うん、ここの自分は常に、うん、どこかにはいるんですよ、うん、どこかにいるっていうのはタイプがあるとすれば、はいはい、タイプの上を歩いてるんですけど、うん、それがなんかまあこっちに行ったりこっちに行ったり、うんうんうん、タイプを持ったままこうやって歩いてるんでしょうね、うん、あればですけどでこの本を読むときには、うん、あるという過程で進めますと、うんうん、で人間の知覚機能は知覚機能や判断機能のそれぞれを外交させたり、うん、内交させたりして、うん、バランスを保つということだが、うん、まあ、それは状況に適応したり健全な人間関係を築くために必要なことは明らかであると、うんうん、多分どんな生きづらいって言ってる人もそれはやってるっていうことですね、うんうん、やってるから生きづらいっていうのか僕の、うん、まあ、言葉が悪かったらごめんなさいねはい、はい、言葉が悪かったらごめんなさいね、うん、ポジションそこを取ってる要は生きづらいポジションそんなきついこと言いますかえっていうこと言ったのかなとじゃあそれは違 う言葉が悪いねとんがってるポジション、うん、とんがってるポジションだって、うん、あ、じゃ あここでアドラーを持ち出すと、うん、要は俺ダメなんですよああまあダメなんですよポジションですもんねっていうのはありますよね、うんうん、ダメだよっていうことで、うん、何かやったのがダメだった時に、うん、ほらね、うん、俺知ってたもん最初からそう言ってるでしょっていう賢いポジションが急に取れるんですよ、うんうん、分かってた俺になれるんですね、うん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 ここかなっていうのが、うん、アトラーが言ってましたね、うん、僕は言ってないけど、うん、ごめんなさいちょっとなんか急にそうっぽくなっていて申し訳ございませんでもし判断機能ばっかり頼って使ってる人は、うん、過度に断定的で固くなになってしまう恐れがあるし、うん、この場合自分の知覚機能に、ほとんど注意を払わなくなってしまい、うん心のバランスを崩してしまったためにワンパターン化された一面的な考えしかできず、うん、無理をした状態に陥ってしまった現れと言えると、うん、でまた同様に知覚機能ばかり頼って、うん使っている人は何か決めるということができなくなって、うん、結果同じように、ワンパターン化してしまう、うんうんうん、っていうのは、まあ、バランスが悪いよねバランスが悪いですよねっていう話をしていてでこの本ではまあその各タイプごとに心のバランスをとっていて例えばそのちょっと会うだけの初対面の人が自分にどんな印象を持ってるかとか自分が周囲にどんな印象を与えているかとか自分が周りをどうやって見ているかみたいなのをまあ、そのタイプごとにあるんですみたいな話をしていて各タイプごとで作用しながらバランスをとっている組み合わせというのがあってそれぞれのタイプで周囲に与える印象動機づけられるきっかけ内的緊張基本的な認知スタイルっていうのがあるよっていう話をしているんですねっていうのをこれ読んでるときに、うん、あの二等兵は、うんまあ、この自己統一感ってなんだろう、はいはい、OK じゃんと思えたときに、うんうんうん、それが、うん、なんかあそれでいいんだよなそういう考え方でいいんだよな、うん、で僕の中では解決したんですよ、うんうんうん、っていうのを読んでるときに、うんうん、この項目を読んでいて、うん、ああなんか僕のことが書いてあるみたいなのが気になったのと同時に、うん、あ確かにこの我々このチャンネルで、はいこの
エニアグラムとか、うん、あのカーシー博士とか MBTI ってやってるじゃないですか、うんうんうん、でたまにこのコメントでいただくのが、うん、自分のことが書いてあるかのようで、うん、なんかとても嬉しくなりました、はい、っていうコメントがちょいちょいありますよね。ありますあります。カーシー博士のタイプの話の時、はいはいはい、ああなんか、うん、自分のことが書いてある、うん、でそれが本に書いてあるっていうことだけでも、うんうん、それで嬉しいって思える人もいる、うんうん、嬉しくないって人もいますもんね。私はこのタイプだけど、はい、そんなにうまくできない。ああそうですね、うん、そうやって苦しめられるパターンがありますね。そうそう確かに、うん、で僕はなんかこれを見ていて、うん、あなんかあ結構当てはまったことが、うん、俺ってこれじゃんみたいなのがあったので、うんうん、今回はこの各タイプの周囲に与える印象、うん、動機づけられるきっかけ、うん、内的緊張、うん、基本的認知スタイルっていうのを、まあこれ4つずつなので、はい、まあ、簡単に説明できるかななんて思っております、うんうん、まずは各タイプごとの周囲に与える印象として、うん、周囲に与える印象とは他者があなたを見たときに受けるあなたの印象が映し出される鏡のようなものであると、うん、今までの多数の研究から初対面から最初の15秒で人の印象は決定されると言われていることからも、うん、どのような印象を自分が人に与えがちであるかというのを知っていることがいかに大事か分かると、うん、なのでこの各タイプごとに周囲にはこのような印象を与えていますよっていう説明をさせていただきます、はい、EP 型 EP 型 EP 型外交の P 外交と知覚的態度は活動的でエネルギッシュ、はい、未知の体験を求めている、打ち解けやすく自ら働きかける、うん、あまり遠慮せずテンポが速いのが EP 型、うんうん、IP 型、うん、内向と知覚的態度、うん、自ら枠を持たずオープンだが控えめ、うん、その場その場に対応し常識にはまらない、うん、なんとなくそわそわしており単独行動をする、うん、行動を先送りにする、うん、その場その場に合わせるという印象を与える思考の組み合わせですね、うんうん、では動かしがたいと印象を与える思考の組み合わせとして、うん、EJ 型、うんうんうん、外交と判断的態度の人、うん、素早く行動に移しエネルギッシュ、うん、自信に満ちているが好印象、うん、常識を重んじている、うん、話好きで時に大きく出る、うん、誠実、うん、で IJ 型、うん、内向と判断的態度は、うん、内省的で辛抱強い、うん、物静かで謙虚、うん、他者を尊重するが、うん、本人を説得するのが困難、うんうんうん、やりたいことを必要以上に我慢している、うんうん、っていうのを見たときに、うん、EJ に私がいてはい、IP に隊長がいて、うんうん、INFJ の動画で出てもらったモコさん、はいはい、要は僕が、うん、いつも泣きそうな目をしているって言った、うん、のが多分、うん、やりたいことを必要以上に我慢している、うんうんうん、目だ、うん、っていうふうに僕は多分受け取ってるんですよはい、はい、彼女のことを EJ IJIJ, IJ 型 EJ がそうやって EJ が IJ を見てそうやって見て、うん、あ体調 IP やん、うん、書いてあるやん、うん、って、うん、思って、うん、一致を得たんですね、はいはい、一致、うん、どんどん一致していくんですよ僕が、うんうん、あ確かに、うん、こうやってなんかそのあもこちゃんごめんね違ったらごめんねこうやってなんか一致が見つかっていくのは、うんうん確かに楽しい面白いことだな、うんうんうん、って思ったので、うん、こんな動画を撮っております、はい、なので今二刀は何が言いたかったかっていうと、うんうん、話し始めた内容と、うん、やっている今の内容が、うん、
ちゃんと一致してますよって弁護ですね。はいはいはい、